っていた高校生活とは全然別物でした。私たち3年生は入学式もなかったですし、ダンスの練習もリモートでしかできなかったり、個人練習ばっかりで全然楽しくないって思っている時もありました。出たいと思ってた大会もなくなってしまったりとか、最後の大会の時に一人がコロナになってしまって、その子が出れなくなってしまったっていうのが悲しかったです。準決勝は心を一つにして全ての感情を届けれたと思っています。何が起こったか分からんうちになんか金のテープが降ってきてるみたいなので、めっちゃ夢見てるみたいでした。気持ち一つにして息で合わせてる姿を見た時に涙がバーって溢れて、決勝で踊らせていただく作品はコロナ禍でも立ち向かっていくっていうエールを届けられるような作品になってます。最後のステージなので全ての思いをこの舞台にぶつけたいと思っています。ありがとうございました。さあ、熱のこもったパフォーマンスしていただきました。山田さん、いかがでしたでしょうか。いや、マジで、すごいですね。自分で普通になんかこう、どっかにお金払えて歓迎 しに来た感覚になりました。あ、もうそれぐらいやっぱりね、素晴らしいパフォーマンスでございました。さあ、キャプテン。実はもう私たちコンさんのメンバーがいるんですけど、コンさんはもう3日後に卒業式を控えていて、本当にこの舞台が最後、このメンバーで踊れる最後になっているので、こんな素敵な舞台でこんな大勢の方に見ていただけて本当に楽しかったです。はい。さあ、そして2年生かな。はい、はい。踊ってみてどうでしたか。もうずっとこの時間が続いてほしいと思って、もうずっと
ます。もう泣きそうになりますね。もう我々もう泣きます。このままじゃ危ない。本当に素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございました。ありがとうございます。